皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のしっかり稼げる自宅教室のバイブルのテーマはリスクヘッジ対人編についてお話をしたいと思います。リスクヘッジ、リスク危機管理、その縁をエッジを立てるってね、縁のギリギリのところで何かそれが落っこちないようにね、自分をセーフティーゾーンに持っていくための部分のギリギリのところを立てるっていうのをリスクエッジっていうんですけれども、ですね、対人編っていうところは、業者さんというか、例えばお仕事のねパートナーっていう意味で考えていただいてもいいのかなっていうふうに思うんですけれども、私の経験をちょっとお話ししたいと思います。私は基本外注パートナーさんにお仕事を出すときには、一応自分で、できるタイプのことを、渡すっていうことを、基本に決めてたんですよ。これは最初の、そうですね、今みたいにどんどん成長してきた後になると専門の領域がさらにもっと難しいことを扱わないといけないから、さすがに自分が見えないことも外注さんパートナーさんにお願いすることとかもあるんですけれども、教室運営のレベルでインターネットであったりとかその他のものっていうのは外注さんにお願いする時っていうのは、自分でもできることなんだけれども時間が厳しいとか自分の時給単価が上がってきた時ですね、時間の方が惜しい状態になってきた時にお願いをするようにだんだんシフトしていったんですね。でその時にですね、一極一点集中で、頼んでしまうリスクっていうのを実際に体験したんですよ。すごく信頼してて、そこにほぼこれやって、これもやってくれる、ウェブ関係なんですけどね、これをやってくれる、これをやってくれるっていうのを次々にお願いしていて、非常に私も重宝していたしありがたかったんですけれども、ある時突然ご家庭の事情でですね、私の仕事をそれ以上引き受けられないような状態になってしまった時に、便利にという言い方変なんですけど、すごく私の言うことを分かってくださって、通過っていう状態でウェブを作ってくださったり直してくださってた方だったので、ポーンと放り出されたような感じになっちゃったんで、すごいね、その後1年間苦労したんですよ。ウェブ作っていく部分で、で自分ではもちろんできるんだけれども、えらい時間がかかってしまうので、そのニュアンスを分かってくれる人を探すのに時間がかかりましたね。だからなんかそういうことがあった時にでも、もちろん自分で最悪できるところはできるので、いきなり仕事がストップするっていうことはなかったんですけど、仕事でできる、自分である程度できる領域をさらにスピードアップとかよりクオリティの高いものを作ってもらうために誰かに渡してたっていうのがせめての救いでした。だってそれでまた自分のところに戻ってきて、もう一回新しい人とまたパートナー契約とかをして、でまた教えてやっていけばいいので、一旦自分のところに仕事が戻ってきたみたいなね形になっているので、丸々お任せしてしまっていきなりいなくなると、下手すると根幹機関が潰れてしまうことだってあり得るので、個人事業主、教室の先生レベルだったら、もちろん全然できない領域はお任せするしかないんですけれども、私が皆さんにウェブを教えたりとか操作を教えたりとかして、ある程度のところを自分でやるようにしようって伝えてるのはその経験があるからです。ワードプレスも作るし、ペラーチっていうのも作るし、アメブロのカスタマイズとかもやるんですけれども、一度自分でとりあえずやって、でその後ガチューさんに渡すみたいな形をとっています。で先生のそのウェブサイトでのお悩みで一番多いのがですね、業者さんに頼んだからとにかく変更ができない、変更を伝えても2週間かかるとかお金がかかるとかやってくれないとかね、そういうところで結局更新頻度が遅れちゃったり内容がおかしかったりっていうのでストレスを抱えてる人がすごく多いっていうのは思っていたんで、なんだったら自分でやっちゃった方が早いよねっていうことで、
それでね使い方を教えてたりしてるんです。だから同様にリスクヘッジっていう意味では、一見集中でドバッとある人に頼んでしまうよりは、やっぱり何個かこう得意、この人これ得意で、そこが仮になくなってもまたそこだけの人を探せばいいっていう、あんまりね、だから楽しすぎない方がいいですよ。一人の人に頼った、一個のお仕事に頼った楽な頼み方をすると、何かあった時にもう同じような人の替えが効かないから、細分化した領域で頼む方めんどくさいんですよ。めんどくさいんだけれども、細分化した領域で動いていくっていう形でやる方が、どちらかっていうと、何かあった時にはね、リスクが軽くなるから、結果としてお客様にも迷惑かからないし、自分の立て直しも早くなるっていうところがあるので、まあ、頼りたい人にものすごく一点集中で頼るっていうのも気持ちもよくわかるんですけれども、リスクはね分散しといた方がいいです。はい、本当にそれはね実感しました。だから、結局平均的にリスクをこう分散しておけば痛手が少ない。これはあらゆる考え方でそうですね。集客の部分でも、結局どこかに集中した集客のやり方でやっちゃってたら、それが何かの手段で断たれた時に途端にうまくいかなくなるっていうこともありますし、柱が1本だけでやっている事業よりは2本3本とかを上手に回すことができるんだったらリスクヘッジになります。なので、リスクヘッジ大人編ですね、そんな観点から考えてみていただければと思います。それでは。